オーケー、いつでもいいっすよ。最後まで諦めない姿勢が素晴らしかった。というわけで、我らがウェイブマスターが滅多刺しにされるという大変な事件が起こってしまったわけだけど、そりゃ刺されるわな。刺されてもウェイブで打撃を逃せばあるいは。でまあ今回は、ウェイブさんは刃物相手にやっちゃいけないことをいろいろやっているんで、そのことを指摘しておこうと思う。ちなみにナイフ対策の動画については私も以前に作っているんで、よかったら見ておいてほしい。じゃあその動画のリンクを右上に貼っておくぞ。でまあまずは、なんと言っても、ウェイブさんは刃物を持ってる相手に対して思いっきり体の正面を向けているんで、これが良くねえなと。相手から見れば刺せる面積がたくさんあるわけだもんな。そうだね。だから刃物に対しては極端に半身を切って、できるだけ刺せる面積を小さくする。これは絶対だ。武術の技はこういった状態から繰り出せるように作られてるわけだよな。そんで次にやっちゃダメなのが、まるでボクシングのパリングでもやるかのように、ナイフを持った相手の腕を払いに行こうとすること。そんなんでナイフは止まらないから、正面を向けた体にもろに刺さる。それにナイフの軌道ってものすごい勢いで変化するから、パリングで追いつくのは不可能だ。相手はバーサスかかってるだろうしな。じゃあどうするか、とりあえず正中線と頸動脈のガードは絶対に崩してはいけない。この部分は刺されたら致命傷間違いなしの急所だから、最優先で守る。格闘技とはガードの優先度が変わってくるわけだよな。そうだね。だからパリングなんてやるということは自分からガードを崩すことになるわけだ。そんなバカな真似は絶対にしてはいけない。ガードを崩さず相手をこちらに近づけないようにする。そのためにはこの、弾脚、と呼ばれる横蹴りを使おう。空手の側頭蹴りとは違い、足裏全体で踏みつけるようにする。狙うのは相手の膝関節だ。相手の突進を止められ、あわよくば膝関節を折って行動不能にできる。ちなみに今のこの蹴りの瞬間、力の加減を間違えて、相手役の彼の膝を本当に折るところだった。おいおい、大丈夫だったのかよ。彼曰く、当たった場所が膝関節よりも多少上だったから平気だったとのことだ。しかし、一歩間違えば大怪我だった。今後はこの蹴りの練習は、さらに細心の注意を払わないとね。裏を返せば、それだけいざという時頼りになる蹴りでもあるということだな。そして他にも、一瞬足をスイッチしてから繰り出すこの、分脚、という蹴り技も有効だ。この分脚を使えば、相手の持つナイフを蹴り落とすことができる。やったぜ。で、今回ちょっと信じられないことが起こった。どうしたこの野郎？ゲット出したナイフに刺さってしまった。そんなことってあるんだな。つまり蹴っ飛ばした後も油断せず、頭上にも注意しなきゃいけないということがよくわかったよ。いい勉強になったな。これもやっておこう。相手の襟首を掴んでナイフを乱打してくるやり方をプリズンラッシュというらしいんだけど、こうなってしまっては、相手の腕を押さえるしかやりようがない。しかしその場合も、相手の肘より内側を狙った方が押さえやすい。で、こいつの厄介なところは、襟首を掴まれていると、こちらのパンチも、肘打ちも、頭突きも抑えられてしまうということだ。だから相手の腕を抑えることができたら、すぐに襟首の手を切って、あとは相手の後頭部を抑えて、失神するまで頭突きをかますしかない。という結論に至った。合気道みたいに襟首を持った手に関節技をかけて動きを封じるとか。いや、それは絶対にやっちゃダメだ。こんな風に襟首を持つ側の手に関節技をかけて投げられたとしても、投げた瞬間に相手のナイフを持つ側の手がフリーになるから、その時に刺してくる。だから一度相手のナイフを持つ手をつかめたのなら、最後までつかみ通す。これもまた鉄則ということだね。合気道や古武道の演武みたいなことは、やはり無理か。最後に当たり前のことを言っておくと、素手でナイフに立ち向かおうなんてのは本当に最後の手段だ。まずは逃げること。それができないなら身の回りのものを武器として使うこと。これもまた鉄則として覚えておいてほしい。格闘技をやってナイフに勝てるとか思っちゃダメだぞ。というわけで以上。ご視聴ありがとうございました。